はい、こんにちは。雨がちの天気ですね。もうすっかり秋めいた感じですけどね。これは今古民家の裏側の入っていく道を撮影してるんですけども、こんな感じですね。古民家の、これは古民家ですけども、古民家の表の道路の向こう側はもう全部田んぼですね。ひたすら田んぼが広がるわけですけどもね。もう目の前は耕作放棄地でして、年々ね、田んぼやる人は減ってますね。僕もやろうと思えば楽ですから、いつくでもね、できるわけですけどもね、なかなか米まで手が回らないっていうのが現状でして、この感じで古民家は裏側に、あの竹山っていうんですかね、もうかなり古民家のね、屋根のところもこう迫ってきてるんですね。もう少したら紅葉になってね、見るのはいいんですけどもね。ということで今日は9月のもう最終週ですね。火曜日だよな。なんか曜日の感覚よくわからんですけども、お野菜の出荷ですね。今予約箱詰め終わったところですね。ということで今日久々にお野菜ね、旬のお野菜セットをご紹介ということで、はい、ルッコラですね。で、大根の間引き菜、これ正午に大根ですね。もうかなりでっかくなっちゃって、例によってね、間引くのが遅れてでかくなっちゃって、で小松菜もね、結構ちょっと虫ついたりして大変ですね。で、もうナスピーマンもう終わりですね。こんな感じでもうナスもかき集めて、全部まとめての出荷ですね。葉付き人参ですね。今日初出荷、ちょっとねちっちゃくてしょうがないですけどもね、まあ葉っぱついてますんでね、この時期だけってことで楽しんでいただいて、茨城の久松さんからいただいた玉ねぎですね。お世話になります。で、生落花生ですね。ようやくね、実も、いい感じでついてきて、お客様からは好評いただいてますね。美味しいですよね、生落花生。本当にこの時期だけなんでね。そして、さつまいもくんです。ということで、はい、年間を通してですね、おそらく今が最も一番ボリュームが少ないですよね。本当に厳しいです。今年もね、はざか行き。まあ、しょうがないですけどね。生態系というものはそういうもの、本当にあれだけ活躍したもうナスもね、本当にこんだけちょびっとなっちゃいまして、で、こんな感じでね、ちょっとボリュームが少なくてお客様にはね本当に申し訳がないんですけれども、これもね、旬の有機野菜セット、今はこういうことですということですね。ということで、お届けになります。はい、ということで、よろしくお願いします。